株式会社三つ豊は神奈川県川崎市高津区に本社を置く測定機器メーカー。ノギスマイクロメータの日本国内シェアは約90%日本国外でも高いシェアを占める。シャゼは良い環境良い人間良い技術。社訓は誠実理を担当。三つ豊では M と I の文字が二重線になったロゴを製品に用いている。表記は ローマ字で三ツトヨであり、英語での発音は三ツトよより三つト,トヨに近い。その他にも、今はあまり使われないが、氷炭マークというものがあり、三ツトヨの社名の由来でもある。普通、法、宗、あまね、知、人、悟し、人し、イサムの三つの組み合わせが三つの合わさったという、意味合いで三つの氷炭が合わさったマークが使われることもある。なお、この氷炭は、三トヨの、 豊かから豊富秀吉の千なり平坦を連想して作られたものと言われている。創業者、沼田恵美藩が仏教伝道のためにザ・パシフィック・ワールドを観光するも資金難のため廃刊。そこから継続的な仏教伝道のために資金源が必要であることを学び、工業化が進む日本において基幹技術となる測定器に着目した。科学技術による貢献と、 仏教不教による貢献の二つの柱で社会貢献することを目的とし、前身となる三豊製作所を設立する。仏教伝道協会を作り、世界各国に無償で配布したり、三豊フーズでは僧侶のタンパク源である湯葉や湯葉関連商品を生産、販売している。仏教伝道には測定器メーカーの親会社の三豊としても力を入れており、 会社案内のパンフレットに仏教の話が書かれていたり、社内の行事で仏教の大切さ、祖先を敬う心を育むことを目的として、月に1回祖先祭という行事を行っている。2006年8月26日、同社が核開発に転用可能な三次元測定機数台を現地法人や子会社を通じマレーシア、シンガポール、イラン、リビアに不正に輸出していたことが判明し、 当時の社長など4名が逮捕された。ありがとうございます。